お疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただき、ありがとうございます。さて、今回のテーマは、隣国の野心的計画、SLBM 搭載原子力潜水艦を開発？をお送りします。隣国潜水艦の状況。現在ムン政権は原子力潜水艦の保有を計画していると推測されています。というのもムン大統領は選挙公約に原子力潜水艦の保有を掲げていたのです。また政府高官が次の潜水艦は原子力推進と発言するなど、政権内ではかなり関心が強い状況です。では現在の潜水艦はどのような状況なのでしょうか。隣国にそのような技術があるのでしょうか。日本の潜水艦と比較しつつ見ていきたいと思います。隣国の主力潜水艦214型は不具合多発。まずは隣国の主な潜水艦を紹介します。現在隣国は3種類の潜水艦を保有しています。1200トン級の209型、1800トン級の214型、そして3000トン級のトサンアンチャンホ型です。209型潜水艦はドイツで設計された潜水艦で、世界14カ国に対して50隻以上も輸出されたベストセラーといえる潜水艦です。隣国はこれをライセンス生産し9隻保有しています。しかし209型は1970年代の設計が基本であり、陳腐化していること、隣国で配備されてから30年程度経過していることから、現在の主力ではありません。現在主力として運用されているのが同じくドイツで設計された214型です。ドイツ本国向けの212型を輸出しようとしたものが214型となっています。隣国はこの214型をライセンス生産し9隻保有しています。214型の主な性能は次のようになります。通常動力型潜水艦として標準的な性能を持つ214型ですが、隣国では配備当初から様々な問題が頻発しています。その理由として次のようなことが考えられています。第一の理由は、そもそも214型の設計に問題点があるということです。214型を最初に購入したのはギリシャ海軍ですが、その一番艦は214型を設計したドイツHDW 社がドイツ国内で建造しました。しかし水漏れや騒音問題を原因としてギリシャ側が引き取りを拒否する事件が起こっています。設計時点で問題があったのではないかと考えられているのです。第二の理由は、隣国で建造を担当した現代重工の経験不足です。現代重工は214型から潜水艦事業に参加したので、ノウハウが不足していたと考えられているのです。実際現代重工が初めて建造した一番艦には原因不明の騒音問題が発生しています。原因追及のためにこの一番艦は完全に解体され、1年以上使用停止となる事態となりました。なお結局プロペラシャフトを交換することで解決されています。また2015年には現代重工が建造した1から3番艦と手造船が建造した4番艦は海軍が規定する水中騒音の要求値を満たしていなかったことが発覚しています。手造船は209型のライセンス生産を行ってきた企業で、潜水艦建造のノウハウに習熟していると考えられていたので、隣国国内では大きな衝撃となりました。214型の設計に問題があるのか、メーカーの建造過程に問題があるのか不明ですが、隣国で建造された214型に問題があるのは確かです。なお、この大問題が発覚したと同時に、海軍が要求値を満たさない潜水艦の納品を認めていたことも判明しています。これは次に説明する防衛事業不正にも関わってきます。第三の理由は、隣国で多発している防衛事業不正です。
隣国の防衛事業不正としてはソナーの代わりとして魚群探知機が搭載されていた救難艦東映に関する事件が有名でしょう。潜水艦でもそのような不正が相次いでいるのです。例えば214型では艦橋と甲板を固定するボルトが緩む事故がたびたび発生していましたが、この問題は隣国部品業者が必要強度に満たないボルトを納品していたことが原因でした。しかしボルトを交換した後もボルトが緩む問題が発生し、船体側を補強する改修を施すことで解決しました。ボルトだけの問題ではなく、船体にも建造段階で問題があったのです。また搭載されている燃料電池が必要な性能を満たしていないことも発覚しました。燃料電池は10日以上動作する必要があると定めていましたが、納品前から故障が続発しており、さらに海軍はこの事実を知りながら納品を認めていたそうです。なおこの燃料電池の検査は1日の稼働結果で判断されていました。ちなみに潜水艦の受け取り業務を担当していた元海軍大佐は、海軍から退役後に現代重工に就職しており、性能評価で不正を働いた疑いで起訴されています。このように隣国海軍の潜水艦には技術力から汚職まで多数の問題があります。ある国で汚職や収賄が多発している場合、それは個人の問題ではなく、その国の社会的な問題です。犯罪が多発する社会は一般的に治安が悪いと表現されます。軍備に関する不正が多発する隣国社会にも問題点があると言って良いでしょう。また純粋に技術力が不足しているのも明らかです。そして隣国は潜水艦を運用する能力が不足しています。軍備とは配備して終わりではなく、適切に整備管理してこそ活用することができます。満足に潜水艦を稼働できない状況は運用能力不足を表しています。隣国海軍史上最大の3000トン級。このような状況の中、計画されているのが KSS の3型です。 KSS の3型は隣国が初めて設計する潜水艦であり、隣国海軍史上最大となる3000トン級となる予定です。一応言及しますと、隣国が自主設計し建造した潜水艇に海トン級がありますが、排水量は175トンと小さく、あくまで潜水艇であり参考になるものではないでしょう。なお大型潜水艦の建造計画は、ムン大統領の政治的師匠にあたるノムヒョン政権の時代から構想されてきたものです。ノムヒョン政権時代には4000トン級の原子力潜水艦の秘密建造プロジェクトが計画されています。この計画は情報流出によって明らかとなり、隣国国内で大きな論争を生み出したため中止となりました。自主国防を掲げるムン大統領にとって、大型潜水艦の建造は自身の政治信条に一致するものであり、さらに師匠の遺作でもあるので、強力にこの計画を推進しているのです。KSS の3型の主な性能は次のようになります。2018年に1番艦が、2020年に2番艦が進水しています。しかしこれは1、2番艦のスペックに過ぎません。KSS の3型の開発は次のように3段階に分かれています。1から3番艦までのバッチ1では、鉛蓄電池を搭載し、ディーゼルエンジンと燃料電池で充電を行います。4から6番艦までのバッチ2では、船体を大型化し、鉛蓄電池をリチウムイオン電池に換装することで、航続距離と潜航時間を増加させる計画です。7から9番艦までのバッチ3では、船体をさらに大型化し、VLS を10機にする計画とのことです。日本の場合、朝潮型1650トン、渦潮型1800トン、夕潮型2200トン、春潮型2400トン、親潮型2700トン、双流型3000トンと徐々に船体を巨大化させていきました。他国で設計された1800トン級潜水艦を建造した経験しかない隣国海軍が3000トンの潜水艦を自主設計し建造するというのは野心的と言っていいでしょう。ついに隣国が原子力潜水艦を保有か。さらにバッチ3に関しては原子力推進となる可能性が取り沙汰されています。ムン大統領は2017年の大統領選挙において、自主国防の一環として
隣国軍が原子力潜水艦を保有する必要性に言及しています。この政権を実現するため、アメリカとの原子力協定を改定する考えも表明していました。また、キム・ヒョンジュン国家安保室第二次長は、2020年に次世代潜水艦は核燃料を使うエンジンを搭載する潜水艦だと明言しています。ただ、原子力協定によって原子力潜水艦に必要な 20% 以上の高濃縮ウランの保有は認められていません。また、低濃縮ウランについても軍事利用は禁じられています。キム次長はこの原子力協定について、原子力潜水艦は別個で全く関連がないとも述べていますが、関係ないことはないでしょう。ムン政権が原子力協定をどう考えているかは不透明です。さらに、朝日新聞の報道によりますと、キム次長は訪米した際に原子力潜水艦の必要性を説明し、核燃料を購入したい意向をアメリカ側に伝えたそうです。ただ、アメリカ側は核不拡散を理由に同意しなかったと報道されています。このように、ムン政権の原子力潜水艦に対する意欲には並々ならぬものがあります。ちなみに、ムン政権以前からも隣国は原子力に強い関心を示していました。例えば、1980年代にはプルトニウム分離実験とウラン転換を行っています。さらに2000年にはこの実験の結果で生じた金属ウランを濃縮していたことが判明。さらに KSS の3型の原子力推進化については隣国世論の強い期待があり、現在のムン政権の追い風となっているようです。日本の潜水艦双流型。隣国潜水艦の現状や計画について説明したところで、日本の潜水艦についても見ていきましょう。日本の代表的な潜水艦は双流型です。双流型の一番艦双流は2007年に進水しました。基準排水量は2900トン、水中排水量は4200トンであり、世界最大の通常動力潜水艦です。ちなみに世界最大の原子力潜水艦は、基準排水量2万3000トン、水中排水量3万トン以上のアクーラ級です。また、世界最小の原水力潜水艦は、フランスのリュビ級です。双流型の主な性能は次のようになります。双流型潜水艦は、海上自衛隊としては初めての AIP 機関の一種である、スターリング機関を搭載しました。AIP とは非大気依存推進のことで、大気中の酸素を必要としない推進装置の総称です。スターリング機関の場合、液体酸素とディーゼル燃料を使用してエネルギーを取り出します。なお、推力は低いので、あくまで補助動力といった位置づけとなります。AIP 機関の導入によって、さらに航続距離や潜航時間を増加させることが可能です。なお、スターリング機関は、1990年代にスウェーデンのゴトランド級に採用された実績があります。双流型に搭載されているスターリング機関もスウェーデンで開発されたものをライセンス生産したものです。また11番艦の王流からは鉛蓄電池と AIP 機関の代わりにリチウムイオン電池を搭載しています。リチウムイオン電池には鉛蓄電池と比べてエネルギー密度が高いという利点があります。同じ体積、同じ重量の鉛蓄電池と比べると、充電できる電力が大きいので、より長く航行することができるのです。ただ、2010年代にリチウムイオン電池による発火事故が相次いだように、危険性が高いのも確かです。リチウムイオン電池は、高温となると発火する危険性がある物質が使用されています。過充電、過放電のどちらの場合も電池の異常発熱につながり、事故の原因となります。また、鉛蓄電池を搭載した10番艦の建造費517億円に対し、リチウムイオン電池を搭載した11番艦の建造費は約643億円と高騰しています。これは、リチウムイオン電池によるものと考えられています。しかし、日本の潜水艦は静粛性が高いと言われています。例えば、双流型の船体は全て吸音タイルで覆われています。さらに、船体がぶつかった音を違う方向に反射させる材料も開発され、双流型に導入されています。また、双流型の後継である体芸型では、浮き甲板という構造を採用することで、さらなる静粛性の向上に成功したそうです。
さて、隣国で両国の潜水艦を比較した記事が話題となっていたので、隣国の反応を紹介します。隣国の反応。日本の潜水艦はなぜ基準排水量と水中排水量の差があんなに大きいのか？それは日本の潜水艦があまりにも重いからです。潜水艦はタンクを水で満たすと水中に沈み始めます。日本の潜水艦はとても重いからタンクの容量を増やさないと浮上できない。日本の潜水艦がなぜ深く潜航できるのか、その秘密がこれです。日本は深く潜るために船体を分厚い特殊鋼鉄で作っているので、だから重いんです。重くなった分浮力が必要になるので、タンクが大きくなる。だから基準排水量と水中排水量の差が大きくなるんですよ。深く潜れるのは日本の金属技術が優れているわけでは絶対になく、単純に分厚くしているからです。私たちも日本と同じ厚さにすれば、同じだけ深く潜れる潜水艦が作れます。これまでなぜ高評価されたのか。双竜級は輸出したことがないので、性能の詳細が明らかになっていない。日本の元海軍自衛隊潜水艦ソナー長の暴露や、オーストラリアの潜水艦導入脱落の件、リムパックで日本潜水艦の悪いパフォーマンスなど、様々な状況に捏造が日常であることまで考慮すれば、日本の奴らが言ってる日本兵器のスペックはただカタログスペックであるだけ。私の目には双竜級以上の潜水艦になるように見えます。日本の潜水艦乗組員の爆弾性発言で、日本の潜水艦の信頼性も大したことはない。警告の潜水艦の運用能力は世界最高水準だそうですが、うまく運用してください。双竜型の欠点？自国の潜水艦を贔屓するのは当たり前のことですが、隣国人は KSS の3型にかなりの期待をかけているようです。ちなみに隣国のネット上では、双竜型には次のような欠点があるのが定説です。1、自動化レベルが低く、多くの乗組員が必要である。2、必要以上の潜航深度がある。3、電池容量が少ない。4、航続距離が短い。5、生活空間が小さい。大元の根拠は、ピーター・ダグラス・ブリックス、元オーストラリア海軍少将が、日刊全国紙オーストラリアンのインタビューで、オーストラリアコリンズ級と双竜型を比較した際のコメントです。彼のコメントが形を変えて、隣国ネット上では双竜型の欠点の根拠とされています。ブリックス元少将は、1960年代に海軍に入隊し、潜水艦部隊の発展に尽力してきた人物であり、2001年に海軍を退役しています。彼は潜水艦について深い知識を持っていますが、退役後の2015年当時に双竜型の詳細なデータを入手できたかはやや疑問です。例えば彼はコリンズ級の航続距離9000カイリに対して、双竜型は6000カイリであり、航続距離が短いとコメントしています。しかし、コリンズ級9000カイリは10ノットでシュノーケル航行をした場合のものです。一方、双竜型6000カイリは 6.5 ノットで水中航行をした場合について、軍事評論家ジョン・E・バイク氏が推定したものです。なお、コリンズ級の水中航行時の航続距離は480カイリとされています。これは適切な比較とは言えないでしょう。双竜型の航続距離は短いというのは俗説に過ぎないのではないでしょうか。また、海上自衛隊の交渉する基準排水量は、燃料や人員などを除外した純粋に船体の重さのみの建造排水量のことになっています。この基準排水量を海外の潜水艦のものと比較するのは適切ではないでしょう。また、元ソナー長の暴露というのは、日本の軍事ジャーナリスト、加藤健次郎氏による元ソナーマンのインタビュー記事が元になっています。記事によると、リムパック演習において、自衛隊の潜水艦は後方に位置していたアメリカ潜水艦の存在に、演習の終わりまで気づかなかったそうです。しかし、潜水艦の探知しにくい後方に隠れるというのは、冷戦時代から使用されていた戦術です。この対策として、点出して後方を確認するのが一般的になった経緯があります。また、現代の潜水艦には、後方に送り出す曳航ソナーが装備されているので、追尾する潜水艦をある程度探知することができます。これらの理由から、当チャンネルとしては、この記事にやや懐疑的です。
練度不足によってこれらを全て怠っていたということもありえますが、どうなのでしょう。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、潜水艦に限らず軍事的な情報というのは公表されなかったり公表されたとしても課題や過小に調整した値となっていたりすることが多いです。少なくとも基準排水量や航続距離については根拠が不透明であると言えます。間違った情報を鵜呑みにすることのないよう、あくまで参考程度に考えておくといいかもしれませんね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。